ブルールの奪還に成功した第七小隊はナジアル平原に集結する帝国軍に対抗するため故郷を離れることとなった。その頃ナジアル平原にはガリア帝国両軍の主力部隊が集結していた。ガリア戦線の命運を決める海戦が幕を開けようとしていた。将軍、先ほどから何度も述べているように作戦の変更を進言いたします。帝国軍との兵力の差を考慮するとガリア全軍に総攻撃を命じるのは無謀です。防衛拠点を中心に兵力を集中させ迎撃態勢を整える方が。せっかく敵が一箇所に集まってくれたのだ。この機会を逃すわけにはいかん。この戦いに勝利すればガリアから帝国軍を撃退することができるのだぞ。しかし強固な陣地を突破するには我が軍の兵力は少なすぎます。兵力が足りなかったら徴兵でも何でもして連れてこい。将軍は我が国の兵士たちを無駄死にさせるおつもりですか。今殲滅していつ攻める。何が何でも勝たねばならんのだ。ガリア軍全部隊を結集して総攻撃だ。多少の被害はいとわん。臆病風に吹かれている暇があったら寄せ集めどもに勝つでも入れてこんか。わかりました。最善を尽くしてみます。待たせたね。出撃は？今はまだ待機だ。正午過ぎには出撃命令が下ると思う。そうか。みんな準備は整っているかい？こっちはいつでも出撃できるぜ。しかし帝国兵の数は半端じゃないみたいだな。ああ、帝国の主力部隊がこの地に集結している。激しい戦いになるだろう。覚悟はしてたつもりなんだけどさ、帝国の大軍を見るとちょっとな。みんな聞いてくれる？私ね、孤児院育ちで家族がいないの。だからずっと自分は一人ぼっちだと思ってた。でもウェルキンが言ってくれたんだ。私は一人ぼっちじゃないって。第七小隊のみんなが私の家族なんだって。俺たちが家族？戦いの前はやっぱり怖いよね。きっとみんなも同じ気持ちだと思う。でも家族が一緒にいてくれるって考えると頑張れる気がするんだ。家族か。俺も両親を亡くして兄弟もいねえが、もしいたらこんな感じなのかもしれないな。ギャーギャー騒がしくて手間のかかる兄弟だけどよ。第七小隊が家族か。そうだよな。イサラも見守っててくれるよな。よし、やってやろうぜ。ああ、一つ暴れてやるかい。うん、みんな一緒に帰ってこようね。この戦いを乗り越えてガリアを、僕たちのふるさとを取り戻そう。殿下、ナジアル平原に集結させた全部隊、攻撃態勢が整ったとのことです。今度こそガリア軍を蹴散らし、殿下をランドグリーズまでお連れいたします。よかろう。セルベリアよ、貴様はいつも
世に忠節を尽くしてきてくれた。世があっての貴様、貴様あっての世だ。頼りにしているぞ。殿下、ありがとうございます。物心つかぬうちから両親と引き離されてバルキュリア人の実験施設へと送られた私は、おぞましい人体実験と人間以下の扱いをされ、そんな私を殿下は実験施設から引き取って面倒を見てくださりました。私は殿下の下で初めて人間として生きる喜びを知ったのです。バルキュリアの力を覚醒させるためとはいえ、貴様には無理を強いたな。自身の命が失われる危機に瀕した時にバルキュリアの血が覚醒することを知り、私はためらうことなく殿下のために自らこの胸を剣で貫きました。そして遺跡より出土した古代の盾と槍を与えられ、私は真のバルキュリアとなったのです。今はこの身に流れるバルキュリアの血を誇りにさえ思っております。今こそその血の力を知らしめる時が来たのだ。行け、セルベリアよ、必ずや世に勝利をもたらせ。はっ。015、ガリア軍戦車部隊を確認。規模およそ2個中隊。了解。バルキュリアの力を思い知るがいい。拠点の制圧には成功したけど、味方の被害が甚大だな。拠点を維持することは困難だろう。後方部隊に支援を頼もう。はい、隊員たちを集合させます。アリシア！アリシア！バカな、一体どこから。迂闊に動くな。今はアリシアを連れて撤退するんだ。隊長、行くぜ。早くアリシアを。アリシア！